はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。本日はこのメイクやっていきたいと思います。こちらは完成形なんですけれども、夏の崩れないイエローオレンジメイクやっていきたいと思います。できるだけプチプラを使ってみました。お色味はこういったオレンジとかイエローとか、マスカラもオレンジ系のものとか、あとはこれね、今わかるかな、ちょっとゴールドとかが入っててキラキラってするんですね、光が当たって。でアクセントに水色とかも入れてるメイクになります。はい、今できてる状態なんですけど、半分だけドスッピンになって仕上げていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。ではどうぞ。はい、半分落としました。化粧水と乳液までつけてます。今回のテーマはイエローオレンジメイクもそうなんですけれども、できるだけ崩さない夏のメイクアップということで、崩さないベースをできるだけ作っていきたいと思います。ベースはこちら DHC のサンカットパーフェクトミルク、はい、こちら使っていきますよ。少量で伸びます。半眼なのでいつもの量の半分で伸ばしていきます。ファンデーションはメイベリンのフィットミーフレッシュティント03ナチュラルピンクを使います。こんな色ですね。まず指で伸ばします。頬にまず伸ばします。で残ってる分で目の周りとおでこ塗っていきます。鼻とか口の周りはそのさらに残ってる分で大丈夫です。はい、そして一回スポンジで定着させます。もう一度頬にだけつけていきます。はい、メイベリンのフィットミーコンシーラーですね、20番です。これを目の下につけていきます。ちょっと多かったです。はい、そしてパウダーはリンメルのカインドフリープレスドパウダー020のライトという色を使います。これかなりしっかりつくので、筆で優しくのせていった方が厚塗りにならないです。しかもこれね、崩れにくいので、薄く重ね付けしていって仕上げると厚ぼったくならないです。目の下は少し小さい筆でしっかりパンダ目防止のパウダーを打っていきますね。はい、じゃあ次にアイシャドウなんですけど、アイシャドウまずベースに使うのはこちらエトボスのミネラルマルチパウダーバレンシアオレンジという色でございます。これパウダーなんですけれども、あの過去動画でも私このエトボスの別の色をねご紹介してるんですけれども、目元にもチークにもリップにもできる、使えるっていうマルチタイプのアイシャドウです。こんな感じ、伸ばすと意外と馴染むんですよね、肌に。こんな感じで、はい、これをまぶた全体にのせていきます。結構今大胆にいきました。そしてこの上にマジョマジョシャドウカスタマイズイエローの232番です。これねかなりね B ベースなんですけども、
これを入れることによってすごい爽やかになるんですよね、目元が。ほら、なんか眉の下だけでもいいんですけど、こうやってグラデーションつけますね。はい。そしてこちらエクセルのリアルクローズシャドウの CX05 番フリンジハット、このオレンジがさっきのエトボスよりも若干濃く出るので、これを付属のチップで目の際にのせます。今回ね、普段だったらこういうブラウンとか入れるんですけど、今回差し色入れずにアイラインとマスカラだけで仕上げたいと思います。で、ここでビューラーしますね、ちょっとね。で、目の下にもアイシャドウを入れます。このエトボスのアイシャドウを入れます。目の下ね、ここまで幅広く入れたらちょっと自分的におかしいかなっていう人は、ここまで幅広く入れなくって大丈夫なので、私ね結構幅広く入れるんですよ。こっち足しとこう。はい、で目尻にはオペラのアイカラーペンシル03マンダリンですね。これが可愛いんですよね、またあれ私装置してないですね、すいません。エトボス、エクセル、マジョマジョ、オペラです。このオレンジ、オペラのオレンジ、目の下、この際アイライン代わりに入れちゃいます。可愛いんだこれ。そして今回アイラインは上のアイラインなんですけど、今回ですね2種類使います。エトゥシェのアイエディション04番と D アップのシルキーリキッドアイライナーミルクカプチーノ、この2つを使っていきます。はい、こっちがエトゥセ、こちらが D アップ。ちょっとの何だろうこれ、黄土色、黄土色、また昭和な感じ。はい、あんまりオレンジ強いと何だろうぼやっとするので、ちょっと黄土色に近いような色でアイライン引きたいと思います。ペンシルは引いてからちょっと指でなぞって油分を取ります。これね、意外とこの色をナチュラルに締まります。うん、いい感じいい感じで、目の下も。そしてですね、マスカラは、はい、マジョマジョのラッシュエキスパンダーロングロング EX ブラウンの606番です。これをまず上下につけますね。ちょっと繊維入ってるので、繊維が出ない人は明るめのブラウン使ってください。1回目のマスカラ塗ってで乾かしてる間に眉毛いきたいと思います。今日アイブロウペンシルはエトゥセのアイエディションブローライナーの02番、これ見えるかな、三角になってて描きやすそう、描きやすいです、こんな感じの色ね。あんまり黒すぎない茶色にしました。これで描いていきます。芯が柔らかいので眉毛がすごく長い人は引っかかってもろもろってなるかもしれないです。でもすごい色はいいと思いますね。はい、
そしてアイブロウマスカラはセザンヌ極細アイブロウマスカラのシナモンブラウンでございます。これを軽く、あんまり入れすぎるとオレンジオレンジしすぎるので、軽くね上からなぞります。こんな感じ。ちょっと左右眉毛違うな、これ修正しよう。マスカラがいい感じに乾いたので一回ちょっとグッと上げますね。はい、そしてウズモテマスカラのオレンジでございます。はい、これ確か限定だったと思います。このオレンジを明治、あ、間違えた、こっちだけでした。明治だけに、まあ、全体つけてもいいか。上から重ね塗りしますね。そうするとこんな感じで毛羽しくならないので、はい。そしてまだあります。じゃん、ラブライナーのオールラッシュマスクシャンパンゴールド。めっちゃ可愛くない？これキラキラゴールド。これをこっちにちょっと入れてるんですけどね、見えるかな、入れてみますね。キラキラするんですよ。結構こすりつける感じの方が綺麗にキラキラがつきます。当たらないとちょっとなかなかキランキランとは光らないかもしれないですけど、はい。そしてまだあります。まあこれ最後にしようかな。はい、そしてチークなんですけど、チークはねこれが使いたかったんですよ今回。 NARS のブラッシュ、4077番。これちょっと光るの分かるかな。なんかチークまでもオレンジだとちょっと統一感ありすぎて面白くないので、コーラル系のパールが入ってる、これが可愛いんですよ。夏っぽくて、うん、これを中心からちょっと外目、すごい血色感のある頬に仕上がります、はい。そしてハイライトはあんまりね悪目立ちさせたくないので、クレポのルレオスールデクラの21番、はい、これを使います。はい、そしてリップなんですけど、最初につけてたリップはロム&の Z マットリップスティック09のシェルヌードという色です。スフレ調のこんな色、これをつけてました。そしてこのままでも全然いいです、いいんですけど、マット感がちょっとスフレ感が苦手かなっていう人は、その上からこれベアミネラルのミネラリストリップグロスバームのピースという色です。はしもっちゃん、ベアミネラルのリップが大好きで、なんでかっていうとずーっと潤ってるので荒れないので、もしあれが心配の人は上からこの色を、あ、このグラスを出してください。こんな感じなのどうですか。そしてですね、ブルーって言ってたのはこれボリカのセラム美容液マスカラ
っていうのがあったので、これ3色あったんですけど、この水色がめっちゃ可愛くないですか。これそのままつけたらもうちょっとなんか人形っぽくなるんですけど、なんか暖色系で統一されてるので全然これでもいいんですけど、橋本ちゃんこの目の下にこのカラーマスカラをちょっと使うかな。あ、ついた。え、わかる？肉眼だとね結構わかるんですけど、すごいね少量で色がつくんですよ。なんか目の下にね水色のアイカラーってなかなか勇気いるじゃないですか。でもこういうマスカラとかだったらちょっとしたニュアンスで、あの角度でなんか水色がちらっと見えたりするので、アクセントにいいかなって思います。はい、こんな感じ。なんか言い忘れてない私で、このヌーディーなリップが苦手な方、おすすめのリップがあるんですけど、この&B のリキッドルージュ、こちらのマンダリンオレンジとガーネットブラウンっていう色があるんですね。これ使ってみてください。あのグッと引き締まりますんで、ちょっと今からつけてみますね。橋本ちゃんは全然こっちでも好きなんですけど、もうこの2つ仕事でもずっと使ってて、マンダリンオレンジと上がガーネットブラウン。まずマンダリンオレンジを全体的に塗るんです。これリップの基本の木でねお伝えしましたけど、これこういうブラシで、ブランドカットされてるブラシで輪郭ぼかします。こんな感じで輪郭ふわーってなったらこっちの濃い方の色を中だけ。めっちゃ可愛くないこれ。めっちゃ好きやね橋本ちゃん。もうお嫁ちゃんにも何回も使ったこれ、うん、めっちゃいいねこれ。お色直しの時のなテラコッタのドレスとかに合わせて。そう、こんな感じでした。どうですか。追います、追わせてください。なんかでもねちょっと白すぎん顔が、まあ、あんまり白くしない方がねいいかなと思うんで、ちょっとあのローライト入れますね。ロムアンドのこっちローライト入ってるんで、なんかすごいリップをクッと引き締まる色にしたらお顔がね白く見えますよね。はい、こんな感じでした。どうですか。リップはお好きな方をお選びくださいませ。またあの使った化粧品はすべて概要欄に書いておきますので、そちらをご参考になさってください。よかったらね試してみてくださいませ。バランスよく作ってもらったらいいかなと思います。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。